始まりも終わりもなく流れるがまま。人を動かすダイナモテなんです。何やと思います？私は色とよくやって。絶対的なのはこの世の中に2つしかないと。生まれてきて死ぬだけ。画面は霊的な世界が大事だ。それから生まれ変わってきたんですよね。カメの生まれたりね、鳥に生まれたりするんです。わしの体験の方が上か。わり仮面話したるから追ってくれ。スタートがまず前から始まるのね。死ぬとか生きるとかそんな世界は乗り越えてしまう世界に感じますよね。